いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今回、使っていくお酒なんですけれども、ウォッカを、ね、使っていきたいと思います。こちら、ね、スピリッツですけれどもね、こちらをベースにしていきたいと思います。で合わせていく材料なんですけれども、リキュールからですね、パルフェラムールを使いたいと思います。色がね、紫でとても綺麗なリキュールですけれどもね、こちらも加えていきたいと思います。そして、もう一個リキュール使うんですけど、これはほんとちょっとだけしかね、使えませんけど、ブルーキュラソーを使いたいと思います。で、あと果物からですね、レモンジュースを少し加えていきたいと思います。こちらはいつものように、まあね、果物のレモンを絞ってフレッシュレモンジュースを作ってから加えていきたいと思います。ほんのちょっとですけどね。で、これら材料をシェイカーに入れて、シェイキングした後で、出来上がったものをグラスに注げば完成になります。もうとにかく色が綺麗なカクテルになりますので、その辺をね、見て楽しんでいただけたらと思います。今回作るカクテルはアズールになります。それでは早速作っていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。今回使っていく材料がこちらになります。じゃじゃん。はい、ウォッカになります。今回はね、このスミノフウォッカを使っていきたいと思います。はい、まあ特別ね、ウォッカの指定等はありませんので、まあ、自分の好きなウォッカ、もしくは持ってるね、ウォッカを使ってもらって全然大丈夫だと思います。はい、で合わせていく材料がこちらですね。じゃじゃん。はい、パルフェタムールになります。香りがね、とても良いリキュールですけれどもね、こちらも加えていきたいと思います。あと色が綺麗ですね。よいしょ。で、次に加えていくのがこちら。じゃじゃん。はい、ブルーキュラソーになります。まあ、使う量としては本当ね、ちょっとだけではありますけれどもね、まあ、やっぱり青色がね、特徴のリキュールになります。こちらも加えていきたいと思います。で、最後に加えていくのがこちらね、レモンです。はい、ちょっとね、切ってますけど、実はもう絞っております。はい、まあ、なぜ絞ったかというと、これがね、ちょっと取り直してるからではありますが、はい、なのでこちらね、レモンジュースを使っていきたいと思います。まあ、実際レモンジュースもね、ちょっとしか使わないので、ちょっと車がね、まあ、通っちゃいましたけど、少ししか使いませんので、もう本当に、まあ、見てもらったら分かる通り4分の1個ぐらいしかね、絞ってませんので、とてもね、省エネでいいかなと思いますね。はい、でこれら4つの材料をシェーカーに入れて、シェーキングしてグラスに注げば完成になります。でグラスは、ね、今冷やしてますので、最後に持っていきたいと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思います。ではちょっとね、レモンはちょっと横に置いといて、これはね、今から使っていきますが、はい、まずは氷を入れていきたいと思います。よいしょ。こんな感じでね、氷を入れていきましたの で、お酒を入れていきたいと思います。はい、ウォッカを入れていくんですけども、結構ね、多めです。40ミリ入れていきます。まあ、もちろんショートカクテルなのでね、そもそもカクテル、度数が、アルコール度数が高くはなりますんでね、飲みすぎには注意していただきたいと思います。では40ミリ入れていきますね。そしてこちら、パルフェタムールリキュール、はい、こちらをですね、20ミリ入れていきます。色が紫でとても綺麗なリキュールですね。はい、20ミリですね。よいしょ。まあ、そして、まあ、色もそう、ね、さることながら香りもとても良くて人気のリキュールになります。よいしょ。そしてブルーキュラソー、こちらですね、本来、まあ、バースプーンで、測ってもらう形なんですけども、まあ、1ティースプーンですね、量が。ですけど、まあ、なかなかね、バースプーンだとこうこぼれたりすることもあると思いますので、だいたい5ミリになります。1ティースプーンがですね。なんで5ミリ入れていきます。はい、5ミリですね。ほんと香り付け、まあ、そんな感じでしょうか。そして、でレモンジュース、こちらも1ティースプーンなので5ミリになります。なんで5ミリ入れていきますね。はい、であとはシェイキングするだけになります。よいしょ。量ですると70ミリぐらいになると思いますね。
まあ、加水されるのでもうちょっと増えますけどね。それではシェイキングしていきたいと思います。シェイキングが終わりましたら、ちょっとエアだけ抜いてみて、グラスを持っていきたいと思います。で、グラス、まあ、冷やしておいたグラスに出来上がったものを注いでいきます。こちらで完成になります。ちょっとね、紫がかった青、深い青という感じの色ですかね。とても綺麗な色をしております。ちょっと前に作ったね、ブルームーンというカクテルがあるんですけれども、まあ、そこにね、まあ、ブルームーンはジンがベースだったんですけれども、まあ、それをウォッカに変えて、まあ、ちょっとね、ブルーキラソをちょこっと足したっていう感じですかね。材料はね、そこまで多くは変わらないんですけれども、まあ、味わいはね、やっぱちょっとね、変わってきますので、まあ、ジンが苦手な方というよりは、まあ、ジンよりもウォッカの方が好きっていう方はね、こちらのカクテルの方がおすすめかもしれませんね。はい、今回作ったカクテルはアズールになります。まあ、やっぱとてもね、美味しいとても美味しいカクテルにはなっております。ですけども、先ほども言った通り、アルコール度数は結構強めになりますので、その辺はね、気をつけながら飲んでいただけたらと思います。それでは本日はこの辺で終了したいと思います。明日またカクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。